こんにちは。こんにちは。ハートマンヴィンテージギターズでございます。ございます。恒例の商品紹介、今日も行ってみたいと思います。はい、おリオソニックですね。こちら64年生ということなんですが、まあ一見ですね、まあよくある赤なのかなと思いきやですね、これシースルーですね。透けてますね。はい、シースルーのレッドっていうですね、非常に珍しい個体なんですね。まあ結構ディオソニックとか、まあこの辺63、4年、まあジャガージャズマスターもそうですけれど、結構カスタムカラーはね、まあ多い時代ではあるんですが、まあそれこそシースルーレッドって、まあ最近のフェンダーなんかではね、まあ普通にね出るモデル、あのカラーですけれども、まあ64年当時にシースルーレッドと、かなり珍しいです。ちょっとおってなりますね。まあ仕様はですね、通常まあ、デュオソニック2になる前のデュオソニックの、まあ、仕様、まあ、同じような感じなんですけれど、まあ、サウンドなんかもね、まあ、同じような感じではありますが、まあ、とにかく色が珍しいというところがまずポイントであるかなと。はい、まあネックはですね、まあ、ローズ芝になっております。まあ、64なんでね、まあ、クレイドットでおしゃれですね。おしゃれですね。はい、ドドッドドッド。はい、フェンダーディオソニック書いてあります。ディオソニックね、お好きな方多いと思うんですけれど、すごく注目のアイテムじゃないでしょうか。ちょっと裏も見てみましょうか。まあ全体的に、まあ傷ありますけど、まあ綺麗ですね。あの塗装の状態もね、なんかくすみなんかもそんなに見られない。光沢もね、ありますからね、結構綺麗な状態かなとは思うんですけどね。まあボディ裏なんかもね、バックル傷もねそんなにありませんし、まあ打痕はねちょこちょこありますけれど、やっぱ全体的に綺麗かなと思いますね。はい、じゃあちょっとサウンドもチェックしてみましょう。はい、はい、ではサウンドの方をチェックしていきたいと思います。
はい、まあ当時としてはまあスチューデントモデルというところに位置づけだったんですが、まあ今となっては上位機種にも引けを取らないようなすごく、まあ、味わい深いヴィンテージサウンドを、出してくれていると思います。はい、まあカラーもすごく珍しいことになってますので、ぜひチェックしてみてください。